ドイツ連邦軍、ドイツ連邦軍、ドイツ連、邦軍、ブンデスベアは、ドイツ連邦共和国の陸軍、海軍、空軍及び、戦力基盤軍、救護業務軍の総体を指す。ドイツ連邦共和国基本法により最高指揮権は、平時にあっては、国防大臣、第65へ以上、戦時は首相に移る。ドイツは、長年徴兵制度があり、 満十八歳以上の男子には、兵役義務があった。連邦軍発足当初は、志願兵制を導入していたが、第二次大戦の後遺症で国民の反軍感情、反戦意識は根強く、志願制に頼っていては人員を確保できなかったからで、ある。徴兵制の施行にあたっては、第二次世界大戦の歴史的経緯を踏まえて、良心的兵役拒否も申請することが認められた。この場合には、 代替義務として、病院、老人介護施設等の社会福祉施設で、兵役義務と同じ期間だけ、社会貢献することになっていた。2011年7月4日、正式に徴兵制の中止が発表され、2014年には、職業軍人と志願兵による部隊に再編された。今後の安全保障環境の変化によっては、復活させる可能性にも含みを残してい,いが、 事実上の廃止と考えられている。しかし、徴兵制が廃止されると、その代替義務もなくなることになり、これまで男性によって成り立ってきた、ドイツの社会福祉政策は、大きな転換をられることとなった。1975年以来ドイツ連邦軍内に、女性軍人が配属されているが、当初は医療部隊への配属に留まっていた。ある女性軍人はこれを不服として、 裁判に訴え、欧州司法裁判所は2000年、女性がこれまで以上により幅広い役割を軍隊内で果たすよう認めるべきであるという判決を下した。結果2001年より女性軍人は連邦軍内のあらゆる任務に制限なくつけるようになった。連邦軍には1万3000人の女性が平和維持、活動や他の作戦行動などあらゆる軍務についており、 その他多くの女性が予備役となっている。一方、女性は徴兵制の対象にはなっていなかったためにある男性が男性に対してのみ兵役を強制することは男性差別であり憲法違反だとして訴訟を起こしたが憲法裁判所は男性に対してのみの徴兵制は合憲だという判決を出した。また、ある男性がたまたま悪く徴兵の対象者に選ばれて 出頭を求められた際に、徴兵制自体を不服として裁判を起こした例では、現在のドイツではごく一部の男子のみが対象になっており、徴兵制の精神である、あらゆる国民が平等に国防の責任を負担するという脳は失われており、徴兵に服する必要はないという判例も出ており、その結果、徴兵の対象者に選ばれても自由に拒否できる状態になっていた。 ドイツ連邦共和国、西ドイツは1955年に再軍備を開始した。第二次世界大戦に敗れたドイツは完全に武装解除され、連合国の命令で、いかなる種類の再軍備計画も禁止されていた。小規模な国境警備隊や、嫌いの総会部隊はあったが、国軍は設置されず、占領下ドイツの国防には連合国のうち4カ国、アメリカ合衆国、 イギリス・フランス・ソビエト連邦の各軍が責任を持っていた。しかし、朝鮮戦争後の西側諸国と東側諸国の間の緊張の高まりによってドイツ、非武装化政策に変化が生じた。ソ連の下でドイツ民主共和国、東ドイツがすでに密かに再軍備を行った子で、米英物も西ドイツの再軍備の検討を解禁した。1950年に、 新しい西ドイツ軍創設のための基本構想の策定が始まり、コンラート・アデナウアー初代連邦首相は、ラインラント・プハル州のヒンメロート修道院に、ホイジンガー、シュパイデルなど旧ドイツ国防軍の将軍15名を集め、再軍備の技術的な可能性を検討させた。専門委員会の検討の結果、西ドイツの新しい軍の基本構想、ヒンメロート覚書が固まった。 これに基づき、国会議員、テオドール・ブランクが新国軍の設置準備を進めた。これゆえ、連邦国防省の前身を、ブランク局、AMT ・ブランクと呼ぶ。しかし、旧軍出身の15名の専門委員に新国軍の設置準備に参画することは求めなかった。またナチスに一方的に汚されたとされた旧国防軍の伝統との決別を明確に示した。 そのため、西ドイツ時代から、現在のドイツ連邦軍には、アメリカ合衆国の影響が強く、軍服や階級についてもプロイセン、帝政ドイツ色は、わずかしか残っていない。旧国防軍の総攻兵大将であった、自由民主党のリベラル派政治家、ハッソ・フォン・マントイフェルが、新しい国軍に、バンディスウェア、連邦軍の名を提案し、ドイツ連邦議会において承認された、 ナチスドイツ時代はベアマハと国防軍と言われていた。初代連邦軍総監には国防軍時代に陸軍総司令部作戦部長であったホイジンガー軍が就任した。米英仏の参加国間にはドイツ際軍備に関して意見の相違もあった。特に国境を接するフランスは19世紀以降の独仏、関係士も鑑み、 西ドイツの再武装に対して難色を示す見解が大勢を占いていた。フランスはアメリカの進める西ドイツ再武装と NATO 加盟案に対し、超国家的な反ヨーロッパ軍を構成する欧州防衛共同体構想を打ち出し、実際に1952年に西ドイツを含む西欧各国間で調印もされた。しかし、自身の主権も制限されることを良しとしないど、 ゴール主義者たちの反対により、1954年に、党のフランス議会で否決され、批准には至らなかった。その結果、フランスも、西ドイツの単独再軍備と、NATO 加盟を認めた。連邦軍は、ゲルハルト・フォンシャルンホルストの200回目の誕生日に、当たる1955年11月12日に、正式に誕生した。ドイツ連邦共和国基本法の修正後、 西ドイツは1955年に NATO のメンバーとなり、1956年には18歳から45歳までの全男子国民に兵役義務が導入された。冷戦の間、ドイツ連邦軍は NATO の中央ヨーロッパ防衛の主力となり、3軍合わせて49万5千人の兵力と17万人の文民職員という大戦力を抱えていた。 陸軍は十二個師団からなる三つの軍団で構成され、戦車と装甲兵員輸送車で重武装していた。空軍は戦術戦闘機多数を所有し、NATO の統合防空軍、n a t などの一部を成していた。海軍はバルト海防衛を受け持ち、北海の増援軍や補給船の護衛を任され、ソ連のバルト艦隊の封じ込めを行った。 1990年のドイツ再統一後、東西ドイツ政府と米英仏ソ連合国とのドイツに関する最終規定条約により、ドイツ連邦軍は37万人まで削減された。かつての東ドイツ軍である国家人民軍は解散し、その兵員の一部と軍備のごく一部が連邦軍に引き取られた。 約5万人の国家人民軍兵士は1990年10月2日に連邦軍に吸収された。増えた5万人分は徴兵されている兵士や短期の志願兵が兵役期間の満了を迎えることで速やかに削減された。国家人民軍にいた多くの将校、将軍や提督を除くは2年以内に限定した雇用契約を交わして日常の任務を続けた。 連邦軍に移った兵士は、個人の適性と経験によって、新規の雇用契約と新の階級を受け取ったが、多くの軍人は国家人民軍時代より低い階級を受け入れている。しかしながら、一般的に軍隊の統合、アーミーでアインハイトのスローガンの下で進められている、ドイツ国軍の統一過程は大きな成功とされ、ドイツ社会の他の分野における統一の手本と受け止められている。 国境線の消滅と合法によって不要となった連邦軍、旧西ドイツ統一ドイツ軍や国家人民軍、旧東ドイツ軍の機材が廃棄された。装甲車両や戦闘機は国際的な監視のもとで解体されている。艦船は船舶解体でスクラップにされるか、バルト三国やインドネシアなどに売却された。インドネシア共和国国軍は 国家人民軍の様々な艦船39隻を受け取っている。また、国家人民軍の装甲兵員輸送車がトルコ軍に売られ、トルコ島南部独立を目指すクルド人との紛争体で運用されていることが議論の的になったこともある。国連の平和維持活動、人道援助活動や NATO の域外軍事行動へのドイツ連邦軍の参加、ドイツの多国籍軍参加に関連し、 ドイツ国外での作戦行動や援助活動が増加したことを受け、2000年には大規模な気候改革が行われた。指揮、閉館、通信、憲兵など各軍の支援任務及び医療任務を軍中央に統合し、戦力基盤軍と救護業務軍が誕生した。特に多くの国の軍隊では、医療活動は各軍が個別に行っているため、医療の統合は、 前例の少ないものである。ドイツ連邦軍は、その国家の人口と経済力を反映し、ナト t o 内のみならず世界でも、有数の先進的な技術力や、確固たる補給力を誇っているが、冷戦終結後の西側諸国の例に漏れず、統一ドイツの国防予算は、削減傾向にある。国防費の GDP 比は1%台前半で、推移しており、日本やスペイン及び、 カナダよりは高いが、オランダなどと並んで、NATO でも低めである。アメリカ合衆国とニュークリアシェアリングを行っているため、自国領土が核戦争の舞台になるリスクと引き換えに、核開発に予算をかけることなく核抑止を可能としている。ドイツ連邦軍は、NATO 軍の一員としてヨーロッパ防衛義務を負う。連邦軍の任務は、基本法の条 A に規定されており、 活動が許されるのは防衛のみとされている。しかし1990年以降、国際情勢が東西対立から全体的な不安定状態へと変化しており、ドイツ軍はその対応が問われることになった。特に1991年の湾岸戦争で他国籍軍に資金面のみで参加し、人的参加しなかったことは国外から批判を浴びた。 1994年の連邦憲法裁判所での判例で基本法の防衛とはドイツの国境を守るだけでなく危機への対応や紛争防止など世界中のどこであれ広い意味でのドイツの安全を守るために必要な行動を指すと解釈が拡大されさらにドイツ連邦議会の事前承認により NATO 域外への派兵が認められたかつての連邦国防省 ペーター・シュトルク、ピーター・ストラックの解釈によれば、ドイツを守るためには、アフガニスタンのヒンドゥークシュ山脈であっても、軍を出すことは必要となる。こうしたことから、1990年代以降、ドイツ連邦軍は、NATO や欧州連合、国際連合の一員として、ドイツ国外で PKO などの作戦を行うことが、増えている。例えばカンボジアのアンタック、 ボスニア・ヘルツェゴビナの平和安定化部隊、欧州連合部隊、コソボのクファー、アフガニスタンの国際治安支援部隊、エチオピア、エリトリア、ソマリア、スーダン、コンゴ民主共和国、レバノンなどの軍事作戦や平和維持活動に派兵している。一方で犠牲者の数も、アフガニスタンのイサフでの55人、ボスニア・ヘルツェゴビナの SFOR、u f o での19人、 コスボのクファーでの27人などと増大しており、1998年から2014年までの間に海外派遣兵士の自殺も22件に上った。その他、多くの負傷者や PTSD に苦しむ元兵士もいる。かつて、ドイツには、バイマル共和制下のライヒスベアや、ナチスドイツ時代のベーアマハトなどの軍隊があった、ドイツ軍を参照。しかし、 ドイツ連邦軍は自らをこれらの後継組織とはみなしておらず、プロイセン軍など以前のあらゆるドイツの軍隊の伝統も引き継いでいない。現在のドイツ連邦軍の公式な伝統は大きく次の三つに基づいている。ドイツ連邦軍の国籍マーク、主権文章としては、ナチス時代の旧国防軍が採用していた幅が同じのバルケンクロイーツではなく、 黒十字の先端が末広がりになっているドイツの伝統的なチェンクロイーツを採用した黒十字、鉄十字も参照第二次大戦で人道に反する犯罪行為を拒否し得なかった理由として挙げられた上官の命令に絶対服従中世先生という伝統は否定され戦後のドイツ基本法及び軍人法には軍人もまた市民であり 基本権を保持するという規定、軍人法第十七条、公明権及び発動された場合の不利益処分、降格など懲戒禁止が明文記されている、軍人法第十一条。また労働組合的性格も持つ、職場団体、軍人連盟、反戦軍人の会、ダルムシュタットシグナル、日本で言えば、反戦自衛官が構成されている。ただし、ドイツ国防軍も、 各地の軍記念館では、ドイツ軍の英雄として検証されており、ドイツ海軍では、リュッテンスキュ逐クチク艦など、ナチス時代の軍人の名を冠した軍艦が存在している。ラーボエ海軍記念館では、ビスマルクとブレーメンの模型が共に飾られ、またプリンツオイゲンのスクリューやニュルンベルクの鐘が展示れるなど決して、ナチス時代のドイツ軍を無関係としているわけではない。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。